おはようございます。しげちゃんです。今日は、まだ真っ暗の中、3時過ぎ出てきて、ます、ちょっと昼間用事があるので早めに出て、まあ、涼しいうちに出ようかなと思っても結構極端に今4時前です。今日は昨日休みで休み、ちょっと昨日は何もしてないので今日はちょっとロングライドしようと思ってます。ちょっと前回、先週かな、神戸の方行ったんですけど、ちょっと GoPro も撮れなかったので、ちょっとリベンジしようかなと思ってます。神戸は過ぎて、できれば明石まで行きたいなっていうのが理想の目標なんですけど、まあちょっと、まあ、できれば明石焼き食べて帰りたいなっていう風な感じに思ってます。長話もしても仕方がないので、涼しいうちにただと早く向こうまで行ってみたいなと思います。では行ってきます。じゃあ一旦止めます。
そうですね、モバイルバッテリー持ってたんですけど、なんか充電しなかったんですよね。それはよくわかんないですけど、まあ壊れてなくてよかったです。壊れてたらまたすごい出費なんで。入りました。もうじき、稲川です。またロボと思います。どうやって行こうかと思ってるんですけど、171号線を西宮山の終点まで行ったんですけど、今もあってちょっと走りづらかったんで、どうしようかなと。今日は向こう側まで行って、だからサイクリングロードで下って2号線かなと思います。このままガーッと行きたいけど、まあ、交通ルールは守らないといけないので、信号も皆さん守りましょうね。今JR の伊丹駅です。
で準備したい。突き当たりです。向こう側まで来ましたんで、来たんで、だから、向こう側沿いを下ろうか、2号線まで下ろうかと思います。
か、あんまり行きたいですね。ありました。174号線。日本で短い、短い。国道までまた来ました。まず一回メリケン行って。まあ一回まずリベンジしないと。はい、とショート。
件ついたよ。リベンジ達成。アメリケン神戸ポートタワーに山の方面、あ西日、あいいね、最高やな。はい、海、バイクです。ちょっと自分も釣りたいから、ちょっとカメラを通して、できました。ちょうど40キロ、時間は6時半ぐらいかな。最高のロケーションですね。今はまだ暑くないし、前回のリベンジ達成です。最高。さあ、リベンジ達成したので、まあ、ちょっと休憩して明石まで行きます。ちょっと一旦止めます。止めようかな。まあ、ちょっと一旦止めます。しまった。
着きました。明石海峡橋真下です。でっかいな、この土台。すげえな、やっぱ真下に来ると。すごい迫力。着きました。っていうか、まあ、赤潮海峡橋に着いたとこで、もう少し橋、あ、もう一つ向こうなんで、行けるかな。まあでも、ここまで来れば納得ですね。60キロ走ったんで。見てください。いいね、淡路島、見えた。今度淡路行かなあかんな。淡路行きますよ。待ってろ淡路島、今度行くからな。潮の流れは早いね。そこに自転車もバイクもあるし、いいね。休憩します。入っちゃいましたけど、明石天文科学館、日本の標準時の時計台ですね。ここに来たのは初めてですね、ある意味時間、日本の時間の中心地がここです。標準時、今時計はちょうどじゃないですけど7時24分ぐらい。撮れてますかね。いい、やっと明石来ました。ここまで走れてくれたら満足です。65キロぐらい走ってきました。まあここまでは涼しかったんで快調に走ってこれました。まあここまで来れたんでまた戻って帰る方向に向かいます。まずまた明石海峡橋まで行きます。はい、ちょっと
と一回止めます。まあ、今日は動画ここまでにしたいと思います。頭かゆいだけなんで、最高のロケーションでエンディングしたいと思います。淡路島の橋大橋バックに我ながらいいところを見つけて、ここまでまあ暖かったし、気温もそんなに暖かくなくて気持ちよくも冷えたので、大満足です。走行距離70キロ、まあ、帰って7日間なんで140キロぐらいなのかなと思います。今度はまあここで淡路島に届いて逃げるところまで来たので、今度は淡路島上陸して淡路島したいなと思います。途中フェリー乗り場あったんで、バイク自転車で行けるところを見つけたので、まあ、それでも行ってみたいに行ってもいいかなという感じもしますけど、まあ、ここまで70キロ走ってこないといけないので、そこから淡路島走るのはちょっときついなと。まあ一泊すればいいんですけど、まあいうことで、まあいろいろ考えて、やり方、走りに行く手段はいろいろあるかなと思ったんで見つけたので、そろそろ、エンディングしたいと思われましたいと思います。しげちゃんでした。またの動画お願いします。バイバーイ。